頑張れないと。私は取り返しのつかないことをしてしまいました。決して償えないこと。人のことを嫌うという感情は悲しいことですが、誰しも持っているものです。でもそれを行動に移すことは誰にも許されていません。いじめは何も生み出しません。内山さんはどこですか？何がきっかけで傷つけたのかは知らないけど、好きとか嫌いとかそんなものは人を傷つける理由になんてなりません。このままじゃ誰も救われないんだよ。混んじゃってもう頑張れそうにないんだ。本当にごめん。でもありがとう。初めて会った時ここの鍵一回開いたでしょ。すぐに閉めてくれたの気づいてたよ。すごく嬉しかった。鳩だらけだったからうんこがこびりついて取れねえや。あれ飛ばないの？なら手伝ってよ。せっかく開けたんだからこのままじゃもったいないでしょ。鍵かけちゃえば誰も入ってこれないし、俺らだけの場所だぜ。ちょっと待ってて、ちょっと待ってて。
ほら早く手伝ってほしいんだけど。まだ死ななくてもいいのかな。ここ開けたのは自分なんだから好きにすればいいじゃん。また辛くなったら逃げてくれればいい。さあ、名前なんていうの？内山楓です。岸田匠です。どうも。どうすんの？私教室戻るね。そう。うん。